出雲市郊外ののどかな田園風景が広がる日井川。15年ぶりになるだろうか、その川沿いに静かに佇む出西窯を訪ねた。この出西窯は15年前、阪神淡路大震災で大きな被害を受けて間もない頃、松江の友人ご夫妻が私たちを案内してくれた思い出深い窯元だ。家屋が全壊し、多くの家財道具を失い、失意の中にいた私たちに、この窯元が「これを使いなさい」と声をかけ、澄み切った青色の見事な大鉢を差し出し、私たちを励ましてくれました。あれから15年の時が流れ、いつかお礼をとの思いが今ようやく実現しようとしています。味わい深い青色は出西窯のシンボルカラーの一つ。私たちはこの思い出深い青色のコーヒーカップと小鉢を買い求めることにしました。買い物を終え、松江の友人ご夫妻と談笑していたちょうどそこへ、仕事の合間を縫って窯元の井上はじめさんが来てくださいました。その後、新しく建築された展示即売所無地商館を皮切りに、出西窯の製作工程をつぶさに案内してくださいました。またここを創業した当時の近くのお寺に、広島で原爆に遭われて、自分は生き残ったけど教え子をいっぱいなくしたという。だから、一時こちらのお寺の坊さん住職で来ておられた。その時もこの創業当時の創業者たちがなかなかうまく経営が、共同でうまくいかないっていう時に、その相談をずっとしたのがきっかけで、お亡くなりになるまでずっと指導していただいた方から、その無地商という言葉をいただいて、みんな仲良くやりなさいっていうことなんですけどね。で、中は青くなるわけですけど、これが青くなるんで、何でしょう。これが塗るんです。これに青くなる上薬を塗って、塗る前は下地を白くしておくんですね。ここはね、白い土が塗ってあるんですよ。白い粘土を水に溶いてドロドロにしたものをここに塗って、割ってみると分かりますけど、この茶色、ゴスの薬がつかないように、中だけかかるように、縁から外はその色を塗って、ゴスで弾くようにして、ガラスのような。
バーグスリとあのガラスはちょっと厳密に言うと違うものですけどね。でこれもあの下地が白く塗ってあるので、うん、この上に透明な和紙にかけると焼けたらあの白くなる、うん、縄文とか弥生のような土器の状態ですね、うん、君とこれ何個ぐらい使うんですかこれ私まだまだ削ったものを乾かして乾いたら一回800度ぐらい。私たちに声をかけてくださったお父様はすでに引退され、ご子息のはじめさんが20人の陶工を抱える窯元として立派に継承されていました。4回炊いてますけど、それを 4、5 年やって、まあ、10年ぐらいやると大体こう思った通りに投げられてだからあの何色のものがどの場所に入ってるっていうのがある程度分かってないと。私たちにとって感慨深い出西窯との再会の旅になりました。